皆さん、ワンカツやってますか？今回は胸の座まで下ろした意識をさらに内側の神経へ、内側の細胞へ浸透させるメソッドを行います。ちなみに胸の座まで意識を下ろしている間は、確実に方向フィルターを無効にし続けられますので、日常のあらゆる場面で意識を胸の座に置いておくことが重要となっています。そして胸の座に意識が降りてくると、内臓周りに張り巡らされた自律神経の活性化が始まります。自律神経は脳からダイレクトに伸びてきている右脳の出張所となっており、そこの活性化は右脳の活性化とも言えるのです。生命は降りてきた意識の光で活性化し、自律神経を刺激して右脳意識を揺り起こします。意識が顔の表面にあった時は、全てにおいて左脳意識が感覚に影響を与えていました。それが右脳意識に切り替わり始めます。あなたは深い落ち着きと安らぎを感じ、まるで懐かしい故郷に戻ってきたかのように感じるはずです。外界とは全く関係のない内側の世界の安らぎです。できるだけそこ、胸の座にいましょう。本当のあなたはそこにいるのです。それでは今日もやっていきましょう。とその前に、皆さんにチャンネル登録のお願いがあります。登録ボタンと新作通知が届くベルマークボタンのプッシュもお忘れのないようよろしくお願いします。まずは体を楽にして目を閉じ、顔の表面全体に広がっている私という薄いオブラートのような仮面、その仮面を鼻ですーっと一気に吸い込み、喉の奥でくしゃくしゃっと丸めてみましょう。ちなみに呼吸はそのまま続けてくださって大丈夫です。早くてもゆっくりでももちろん大丈夫です。それでは次の呼吸で、くしゃくしゃに丸めたそれを背骨にこすりつけながら、まるで滑り台で転がすように尾底骨まで導いてみましょう。この時に皮膚、骨、神経など、その場所の細胞に通り回すと挨拶するように意識を向けてみましょう。すると体の全細胞が即座に対応を始め、脳が神経回路を書き換えていくのです。はい、尾底骨まで誘導できましたか？しばらく尾底骨まで落としたくしゃくしゃになった私をこの場所で少し感じてみましょう。あなたの社会的な仮面は今お尻の中でくしゃくしゃになっています。なんだかすっきりしますね。次の呼吸と同時に人差し指で胸の真ん中をトントンと軽く叩き続けながら、私、ここ、私、ここ、と胸の中で唱え、尾底骨からこの胸の真ん中まで私を移動させましょう。うまく胸の真ん中まで私を誘導できましたら、その私をそっと手のひらで優しくさすっていきましょう。手のひらで私をじゅわーっと溶かすように、溶けたら胸にじゅわーっと染み込ませるように、優しく優しくその私をゆっくりめでてあげましょう。これを1分間続けていきましょう。私、ここ、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 私、ここ。この胸の真ん中で私を染み込ませる1分間が重要で、もし左脳さんの自動思考が出てきても、このように私、ここ、私、
ここと意識し続けてみてください。告知なのですが、当チャンネルのメンバーシップに加入すると毎日20時間のライブ配信を広告なしでご覧いただけるほか、各種特典付きですので、ぜひともこの際にご検討くださいませ。それではナレーションを省略した2回目を始めます。注意点としては、とにかくゆっくり私イメージを誘導させてあげてください。顔から喉、喉から背骨、背骨から尾底骨、尾底骨からお腹をゆっくり通って胸の座、というふうにゆっくりじっくりそれぞれの部位に押し付けるよう移動していくことが重要です。集中していきましょう。目を閉じて、薄いオブラートの仮面をスーッと一気に吸い込んだら、喉の奥で丸めていきます。くしゃくしゃに丸めた仮面を背骨にこすりつけながら、じっくりと尾底骨まで導いていきます。尾底骨まで到達したくしゃくしゃになった私をしばらく感じていきましょう。胸の真ん中をトントンと軽く触り続けながら、私、ここ、私、ここ、と心の中で唱え、尾底骨からこの胸の座まで私をゆっくり移動させていきましょう。ついに私はワンネスの中心、胸の座に到着しました。私は私が愛おしくてたまりません。その思いをそっと手のひらに託し、優しくいたわっていきましょう。手のひらで私をじゅわーっと溶かすように、溶けたら胸にじゅわーっと染み込ませるように、優しく愛おしくその私をゆっくりとめでてあげましょう。私、ここ、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